雑魚すぎるけど、マジで欲しい能力。アニメや漫画を見ていると、こいつの能力雑魚すぎるけど、日常生活なら便利だな、という能力を見かけることがよくあります。そんな能力は、ゴリゴリのバトル漫画なのに変装するだけの能力だったり、本当にそれだけ?と、つい言ってしまいそうになる能力だったり、と様々です。というわけで本日は、雑魚すぎるけど、マジで欲しい能力ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは、本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果及びコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 8.8 万票、総コメント数500件。皆様、たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方は、ぜひコミュニティの方も覗いていってください。またバランスよく作品を紹介するため1作品につき1能力のノミネートとさせていただきます。それではスタート。はじめ第10位、このスバ課長風月。まずはじめにランクインしたのは、主人公カズマのパーティーのアークプリストで、アクシス教の女神であるアクアが使う宴会芸スキル、課長風月。先に言っておくと、戦闘での実用性は完全にゼロであるこのスキルだが、その能力は、扇子の先から少量の水が出るだけ。いや、どこで使うねんと、ついつい突っ込んでしまいたくなるような雑魚スキルである。アクアの課長風月が役に立ったシーンがあるのか、一応調べてみたものの、収穫したキャベツの鮮度を冷水で保つ、疲れた兵士に水を配るなど、ぶっちゃけ水筒一つあればなんとかなりそうなレベル。そんなマジで作中での使い道は皆無だとも覚えるこの能力だが、課長風月を用いたアクアの宴会芸は酒場では大人気で、カズマ曰くなんと金を取れるレベルにまでなっているとのこと。いやだけど皆さん、これで笑いを取れる自信ありますか？自分が課長風月を使用しても鬼滑りする未来しか見えないのだが、このスキルさえあれば飲み会の席で俺は絶対に人気者になれると考える猛者もいるのか。コメント欄でアクアの課長風月が欲しいという意見が一部上がり、ランクイン。第9位、ハンターハンター、飼い犬をちゃんとしつけできる。続いてランクインしたのは、ノストラードファミリーの護衛を務めるスクワラの飼い犬をちゃんとしつけする能力。正確には操作系の能力で、全面的にお世話をするという条件で犬を操作するというもの。本当に念能力なのだこれ。ただの一流ブリーダーなんじゃないのと疑ってしまうくらい、ハンターハンター内でも最下位を争う雑魚念能力であり、作中で信長たちに捕まってしまった際には何もすることができずにやられていたのだが、愛犬をちゃんとしつけられるのはペット愛好家の人たちにとっては魅力的ですよね。盲導犬を育成したり、警察犬を育成したり、介助犬を育成したりと、この能力さえあれば育成したペットを売りさばいて結構いいお金稼ぎもできるのではないかとも考えたのですが、あくまで自分がお世話をしないと能力が続かないため、ガチで自分のペット専用の力になってしまいますね。それでもペットのしつけに悪戦苦闘する視聴者が多いのか、スクワラの能力が欲しいという意見もちらほら上がっていたのだが、投票では全体の 7% といまいち票数が伸びず最下位となってしまったため、この順位とした。第8位、仮面ライダーダブル、星の本棚。続いてランクインしたのは、二人で一人の仮面ライダー、ダブルの頭脳担当、フィリップが所有する、膨大なアーカイブに保存された知識、星の本棚。この能力は、フィリップの脳内に広がる、膨大な知識を利用できるという、一見チート級の力にも思えるのだが、実は、検索機能がいまいち悪く、知りたいものに対する周辺情報をたくさん集めないと、お目当ての知識にたどり着けないんですよね。今のご時世は、Google 様という素晴らしい検索エンジンがあるのに、この能力が欲しいとコメントした視聴者はどんな人なんだろう、と少し考えてみたのですが、やっぱり勉強に追われる受験生の皆さんでしょうか。確かに自分も学生時代は、そう、こんなのスマホ出してググれば一瞬で回答できるのになぁ、というシーンはマジでたくさんありましたね。そして、星の本棚さえあれば、絶対にバレない究極のカンニングができてしまう。確かに検索性が悪く、使いづらいため、情報を引き出すためのトレーニングはかなり必要かもしれませんが、試験にスマホ持ち込みでググれるとなったら、超絶心強いですよね。暗記勉強に追われる受験生、または仮面ライダーファンからの熱いコメントが多く見られ、見事にランクイン。第7位、とある科学のレールガン、サーマルハンド。続いてランクインしたのは、学園都市の風紀委員、ジャッジメントのホワイトハッカー、ウイハル飾りのサーマルハンド。学園都市において能力はそれぞれレベル0、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5に分けられるが、サーマルハンドはレベル1とほぼ最低ランクの能力で、その内容は物体の温度を一定に保つというもの。ここで能力アニメ好きが集まる本チャンネルの視聴者ならば、超高温や超低温を保ち続ければ強いのではと考えた人もいたんではないでしょうか。しかしこの能力、ルビーをよく見るとハンドってついてるんですよね。ハンド、つまり手で直接持たないと発動しない。だから使用可能なのは手で持てる温度のもので、しかも長時間使用しないと意味がないので、できるのはせいぜい温かいお茶を冷まさなかったり冷たい水をぬるくしない程度なんですよね。つまり水筒でも代用できる能力、本日2つ目ですね。しかしこの力、実はウイハルにぴったりな能力なのである。ウイハルは強固なセキュリティ暗号をミサカミコトよりも早く解読するほどの天才クラッカー。パソコンの一番の天敵は熱、いつも数秒で侵入しているので能力を使っている描写はありませんが、今後同レベルのクラッカーと対決するようなことがあれば能力を使用することがあるかもしれませんね。自分も動画編集の PC がベーコン焼けそうなぐらいヒートアップしてしまうので、触れば常温を保てるこの能力はマジで欲しいところ。コメント欄では主にウイハルの可愛さを中心に注目を集め、見事にランクイン。葬送のフリーレン、アニメ一期ではおそらく放映されていない範囲のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。第6位、葬送のフリーレン、
服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法。続いてランクインしたのは、葬送のフリーレン、唯一の弟子であるフェルンのみが使える服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法。効果は名前の通り、服の汚れをきれいさっぱり落とすこと。この魔法は世界で50人もいない一級魔法使い合格者に与えられる特典で、巨万の富を得る魔法や大病を治癒する魔法など多くの選択肢の中から選ぶことができたのだが、服の汚れを落とすという地味すぎる能力を選ぶところにマジで狂気を感じましたね。神話時代に存在した伝説の魔法でもあり、何年も着用しているはずのズタボロのローブが一瞬でピカピカになり、フローラルの香りが漂ったりと、その効果は絶大。実際にこの能力が使えたら、長旅の際の洗濯問題も解決でき、普段の洗濯の手間もなくなり、外出先で汚れた時なんかにも使えて、めちゃくちゃ便利ですよね。アニメ化前の作品なだけに、周りのビッグタイトルに知名度負けするのかと思いきや、今回のランキングにぴったりな能力で、コメント欄の注目を集め、見事にランクイン。第5位、植木の法則プラス。革靴にテクを加える力。続いてランクインしたのは、植木の法則の続編、植木の法則プラスより、革靴にテクを加える力。能力は、革靴を履けば、壁や天井を歩けるようになるというもの。他のバトル漫画的に言うと、ナルトのチャクラのあれや、ブリッジの残月のあれの世界、アメコミ的に言うと、スパイダーマンのあれ、みたいなことができる能力ってことですね。バトル漫画だと、決して強くない能力ですが、現実世界だと、いろいろ使えそうな気がします。流行りのパルクールで人気者になったり、絶景写真連発で人気カメラマンになったり、映画のスタンドマンでハリウッドデビューしたり、さらには、細マッチョになって顔も整形すれば、次のスパイダーマン役はもらったも同然。他にも窃盗、逃亡、脱獄と己の身体能力さえあれば悪いことも結構できます。ただ問題があるとすれば、ジーンズとかに革靴はダサいので、ずっとスーツでないといけないということですかね。そうなるとスパイダーマンは無理なので、イーサンハントやジェームスボンド、ジョンウィックなんかが狙い目。一度スターになれば一攫千金も夢じゃないこの能力。コメント欄でも地味に欲しいと注目を集めて、見事ランクイン。第4位、東方プロジェクト。あらゆる文字を読める程度の能力。続いてランクインしたのは、歌唱や鈴なんで店番する人間の少女、元織小鈴のあらゆる文字を読める程度の能力。ペルシャ語だろうが、インダス語だろうが、幻想入りした本であろうが、文字と認識できるものなら何でも読めるという非常に便利な能力。正確には内容を理解できるだけなので、自分で書いたり喋ったりはできないのだが、この能力はあくまで歌唱なので、成長によって変化していくらしく、今まで読めるだけだったキツネ文字を書けるようになったり、勇気を持つ本を感知できるようになるなど、人の道を外れる危険を秋夜に注意されるほど変化している模様。使い方としては、外国語の和訳が最強になることや、第二第三言語の習得がめちゃくちゃ楽になることでしょうか。トイックの点数はもちろん、これからは中国語なんかも大事らしいですからね。他にもカフェで洋書や英語新聞を読んでできる人アピールするなど、モテ度アップにもつながるかもしれません。確かに戦闘には使えないけど、汎用性と利便性が桁違いで、 Google 翻訳なんかでは代わりにならないこの能力。コメント欄では東方ファンを中心に人気を集め、見事ランクイン。第3位、ジョジョの奇妙な冒険第7部ヘイヤー。続いてランクインしたのは、最も幸運な男ポコロコに発言した最も弱いスタンドヘイヤー。ステータスは持続力以外全てがいい。能力は心子を励まして勇気づけるだけ。ジョジョの奇妙な冒険には発動条件に自分の死が含まれるスタンドや、相手に嘘をつかせるだけのスタンドなど、弱いスタンドは他にも多く存在するが、その多くが組み合わせや知性で手強い能力へと早変わりしている。そう考えると、純粋な弱さだけならナンバーワン候補はこのスタンド。心子は2ヶ月の間天中殺の逆、つまり運が最強な状態なので、励まして前向きな行動が増えればその恩恵も大きいのかもしれないのだが、それが終われば本当に励ますだけのスタンド。励ますだけなので他に使い道もない。まさに雑魚すぎる能力ですよね。投票こそ 10% で3位という結果に終わったものの、ジョジョ好きが多く視聴する本チャンネルのコメント欄では大人気。無償で心の底から励ましてくれるのは本当に嬉しい。その時に言ってほしい褒め言葉をピンポイントに言ってくれるからめちゃくちゃ元気になる。ヘイヤが毎日励ましてくれるなんて最高だろうなど、毎日ストレスにさらされている現代人を中心に人気を集め、コメント欄では1位に迫る無類の強さを見せたこの能力。しかしさすがに投票3位で1位にするわけにもいかないため、この順位とした。第2位、ワンピース福福の実。続いてランクインしたのは、赤座や国男のリーダー格であるキツネビの金右衛門が有する福福の実の能力。パラミシア系の能力で、その内容はいくらでも服を生み出せるというもの。やはり戦闘では活躍はしないのだが、変装やおしゃれなど結構役に立つ。脱いだり破損したら元の服に戻るので売り物にはならないが、服のカスタマイズも自由自在で、鬼ヶ島では味方5000名を敵の服装に変装させたりと、意外と規模のでかいこともできたりする。自分でおしゃれを楽しむのはもちろん、この能力でお金儲けをするなら、例えば成人式の振袖やお祭りの浴衣を返却不要でレンタル販売したり、アイドルグループを特殊衣装なしで早着替えさせたり、デザイナーがイメージした衣装を一瞬で実物にしてみたり、ファッション業界を中心に活躍できそうですよね。数多くの超便利能力が存在するワンピース。他にもたくさんの候補が上がっていたのだが、今回は投票で 32% もの票数を獲得し、コメント欄での注目を集めた福福の実の能力をワンピース代表として選ばせていただきました。見事ランクイン。第1位、僕のヒーローアカデミア生き物ボイス。見事第1位に選ばれたのは、ふれあいヒーローアニマこと甲田浩二の個性生き物ボイス。その能力は動物と意思疎通でき、声を出して指示するだけで人
間以外の生き物を操れるというもの。ある程度の知性がある哺乳類や鳥類、虫なんかを制限なく自由に操れるなんて、動物系統の能力でおそらく一番縛りが緩くて最も汎用性に優れているのではないでしょうか。戦闘面でもジュローと共にプレゼントバイクを気絶させるなど、結構強いじゃんとツッコミが入りそうな気もしなくもないが、周りのチート能力者たちと比較すると十分雑魚の部類に入るでしょう。日常でも使い方は多岐にわたり、飼育員希望だから欲しい、トラライオンの肉球を触りたい、迷子になったら鳩に道を聞きたい、ペットとさらに仲良くなりたい、虫をヘラから出したいなど多くのコメントで盛り上がりを見せていた。しかし中には否定的な意見も一定数あり、肉を食べられなくなってビーガンになるのは嫌だ、動物からも罵倒される自信があるなど、食生活や動物との関係マイナス面を感じる視聴者もいるよう、コーダ君自身が悩んでいる様子は見られないのだが、生き物と喋れることで悩んでいるキャラクターは結構存在するので、もし使えるようになったら注意が必要かもしれませんね。というのでは全体の 52% と半数以上の票数を獲得し、コメント欄での注目も集め、見事第1位ランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、あらゆるものに変身できるキャンチョメのポルク、無音状態を作り出せるナギナギの実、物を引き寄せるデクママの個性、ハンターハンタービスケのピアノマッサージ、東方プロジェクトナズーリンの探し物を探し当てる程度の能力などもコメントが寄せられていました。惜しくもランクインできなかったキャラについてはまとめてデシチャンネルで公開中ですので、そちらもぜひご覧になってください。このように本チャンネルにて実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんなランキング動画を作成してほしいというリクエストがありましたら、本動画のコメント欄までどしどしコメントをお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。